さて、オレンジでは今日から今年の静岡をさまざまな角度から占っていきます。1回目はオミクロン株の感染拡大が心配されるコロナについてです。医療の現場は去年感染爆発が相次ぐ中、新型コロナ対応に追われました。その経験を生かし、次なる脅威に備えるため日々奮闘しています。浜松医療センターの看護師、村松美希香さんです。おはようございます。おはようございます。お体拭きますね。村松さんは県内で感染が広がり始めたおととし5月頃から新型コロナ対応にあたり、入院患者が落ち着いた現在は他の病棟に応援に行く業務についています。早く美味しくご飯食べれるといいですね。普通のご飯食べれる、そうですよね。何が好きですか？おまんじゅう食べて。おまんじゅう食べて。先生笑ってた。コロナ病棟では患者との接触を最低限にするため、会話も限られていました。感染対策をしたり距離を取ったりっていう中で、患者さんとの関係性を作ったりとかいう時間が短くて難しかったんですけれども、その中でも私たちにできることはあるなっていうのを他の看護職員と話して、短い時間で患者を知り看護に生かすことは、村松さんがコロナ対応から学びました。第一は患者さんが元気になって帰ってくれるということが一番原動力にはなります。医療機関が今気をもむのが、県内でも感染者が確認されている新たな変異ウイルス、オミクロン株です。ワシントン、はい、どうぞ。アルコール大丈夫でしたよね。大丈夫です。感染症医療が専門の矢野医師は、第6波をいかに抑えるかが極めて重要だと考えます。重症化が半分になっても感染力が2倍になれば医療への逼迫度は変わらないものですから、十分な感染対策は必要かなというふうに考えています。状況が良くなったらすぐに退院していただいて、次の方が入院できるような回転の早いですねシステムで行くしかないのかなと思っています。この日、浜松医療センターでは市内の開業医などを招いて勉強会を開きました。で、我々が経験したのは大きな、本当に大きなクラスターだったというふうに思っています。この病院では去年2月、院内クラスターが起きました。この検証を行い、今回初めて外部にこの情報を明らかにしました。数百の試薬を用意していたんですが、あっという間に枯渇して検査をできるタイミングというのがやはり遅れてきたというところがまず一つありました。反省点や迅速に対応できた点を包み隠さず伝えました。基本的な感染対策ちゃんとみんなでやってねっていう、その一言だけにしかもう過ぎないです。その経験をもとに、さらに感染予防がしっかりしてきたなということを感じました。外部からの人の出入りも多々ありますので、そういった中で職員がどのようにしていけばいいのかというところをまた今後も振り返っていきたいかなと思っています。着実に忍び寄るオミクロン株の脅威、医療の現場は今日も戦い続けています。怖さというのはいつも感じつつも、しっかり対策をして看護をしていくようにしています。